ウィース、こんにちは。ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのドラクエの日キャンペーンというところで、まあ、神ガチャがですね、2つ、追加されるので、まあ、そちらの考察やっていこうかなというふうに思っております。あと、まあ、キャンペーン内容、あと3つ目というか、まあ、ガチャ以外としては、5000ジェムですね、もらえるということなので、ぜひ、もらっておきましょう。ということで、ガチャからやっていきたいのですが、まあ、最初に言っておくと、結果が先にわかる S5 体確定、一撃50連スペシャルスカウトガチャが登場ということで、まあ、これ、後で詳しく解説しますが、まあ、期間限定 S ランクキャラクター5体確定、結果を見てから仲間にするか、選べる優勝ジェム1回限定で利用可能ということで、まあ、詳細を見ていきましょうか。わかりづらいと思うんでね。はい。まあ、簡単に言えばですね、ですね、この、まあ、こいつらですね、要するにピックアップキャラ、ですね、基本的には。少年的というか、こいつか。まあ、ダイヤモンドスライムまでですね。はい。竜王からダイヤモンドスライムまでのピックアップキャラ、かつ、大の大冒険キャラクターが、まあ、登場しないガチャで、50連を最初に引くと。一撃50連で引くと。で、結果が先にわかると。要するに課金しなくても、その結果がズバーってこうガーって出るんですよね。で、その結果が出た後に、まあ、その3000円。まあ、優勝で、3000ジェムですね。はい。優勝3000ジェムで購入するかしないかっていうのを、まあ、考えることができるという感じですね。はい。まあ、まずは、だから、後払い50連スペシャルスカウトは、スペシャルスカウトの抽選結果を確認するという感じですね。で、抽選結果を確認してから仲間にする。まあ、要するに、買うか、安い、もう買わないという選択か、保留をするかっていう、もう、その、まあ、選択できると。まあ、基本は保留かな？はい。考えるべきだというふうに思いますね。で、優勝ジェム限定ということで、まあ、課金をさせようということでしょう。で、まあ、こちらの意図としましてはですね、まあ、おそらくというか、まあ、まず、神ガチャなのは間違いないんですよ。で、まあ、確率計算したところですね、まあ、5体確定。要するに S ランク優勝が5体確定で、まあ、いつも S ランクがこうね、その優勝で、ってのは 23% とかかな ?23% とかで1体なので、まあそれが5体確定の時点で、いつものなんか、マジでね、本当に、20倍ぐらいお得という、まあふざけたキャンペーンで、まあなおかつですね、他にも、まあ S ランクキャラクターが、まあ1体っていうのが一番多いのかな。で、次に2体っていうのが多くて、次に3体っていうのが多くて、0体ということで、まあ次6、まあ6体、7体、8体ぐらいかな。で、あとまあ1、5体から8体ぐらい来ると、まあ期待していったら6体が一番多いという感じなんですよね。で、まあこれがまあ一応ね、ランキングなんですけれども、今回のランキングは、まあ強さのランキング、いつもはなんかね、ガチャ引くときのおすすめランキングとかそういう感じなんですけど、まあ今回はまあ当たって嬉しいみたいなそういう感じですかね。まあ当たったら嬉しい。まあ俺が、なんだろうな。まあみんなぐらいの課金帯だったら、まあ当たってラッキーって思う感じの、キャラランキング。キャラランキングとか、まあ、キャラの、まあ、評価っていう感じですかね。はい。で、まあ、こん中から、まあ、6体当たるって考えたら、まあ、嬉しいですよね。当たり前ですけど。まあ、例えば、シドウ、カミュ、竜王、ハロウィンメルトア、で、オルゴデミーラ、で、あと1体、まあ、フローラじゃないかな。で、3000円で買えますかっつったら、まあ、タクトやってる人だったら、大概の人はね、これ買いたいな、というふうに思うんじゃないかな。まあ、もう一人出すとしたら、マケンシー、ピサロ、サージタウス、エスターク、キラーマシン2、あと何やったっけ、こいつ、ハーゴン、で、どうしようかな、まあ、カミュ、とか。引くよね、これ。そんなの来たら。まあ、まあ引くと思うんで、もちろんね、中にはまあ5体当たったとしても、オルゴデミーラ、オルゴデミーラ、オルゴデミーラ、フローラ、オルゴデミーラみたいなの来たら、まあさすがにね、買わなくてもいいかなと思うんですけど、まあよっぽどなんか変なバラつきない限り、まあ中にはドレアムとか普通にあり得るし、ドレアム指導、なんちゃら、セラフィーとかもまあ一応あり得るということで、買うんすよね。って考えたら、まあおそらくこれ運営の意図としては、まあ一度ね、ゲームに課金した人っていうのはそのゲーム長く続ける傾向があるらしくて、まあ元を取ろうみたいな発想で。まあなので、まあ課金を、まあさせようと。無課金勢に、まあ課金の喜びを教えてあげようみたいな、まあそういう意図が、まあ見え隠れするかなというふうに思いますね。なんで、この50連に関しては、まあかなりしたたかだなというふうに思うし、今普段課金してる人からしてもですね、まあ無駄なく課金できるっていうところで、まあまあいいんじゃないかなというふうに思いますかね。で、さらにそれだけでは終わらずですね、S ランク1体確定2022年ドラクエの日記念、特別スペシャルスカウト赤、青、緑ということでですね、まあポケットモンスター的なので、もらえると。で、ログインで、まあ、1回無料で、まあ赤、青、緑選べて、で、さらに、ですね、まあ課金でもガチャが引けるという感じになっておりますね。はい。で、こちらは、まあ無料で1体かな。はい、無料で1体と、で、あと何やったっけ？んなもんか。
はい。で、何やったっけこれ。優勝ジェムでもそれぞれ1回ずつ利用可能ということなんで、これで4枚かな ?4 回引けると。まあ、無料も合わせてね。で、さらに、超ドラ系のセットみたいな。まあ、これ多分9000円ぐらいしそうだけどね。はい。で、これでなんか2つ入手可能なんで、計、まあ、6回引くことができると。で、まあ、赤のラインナップ、青のラインナップ、まあ、緑のラインナップって、まあ、それぞれあるんですけれども、まあ、僕が一応ね、ティア表を作ったんですけれども、まあ、先ほどのティア表、これかな?はい。このティア表で、まあ、S を5、A を4、B を、3、C を2、で、D を1としたときに、まあ、大体、こんな感じになりましたということですね。はい。赤が、まあ、ドルマゲス、ピサロ、偽名将軍が、まあ、5だと。強いと。サージ、アリーナ、サンタアリーナ。まあ、こいつらも4だろうと。で、スラリンガル、リュウオウ5、あたりが3で、まあ、ゴルスラ、デボラ、バーバラ、オルゴデミ、魔王かな。魔王が2で、まあ、リベルトン、ヌラ、ヘルバトラ、ハーゴン、デス、ピサロが1ということで、まあ、赤はね、個人的な感想なんだけど、かなりギャンブルで、まあ、正直、まあ、ピサロもすごい強いし、まあ、ドルマゲス持ってない人からしたら、当たったらめちゃくちゃインパクトでかいと思うし、まあ、ギュメン持ってない人からしたら、まあ、当たったら、マケンシー、ピサロ、ボコボコにできるんで、全然ありかなという感じで、非常にね、当たったらね、恩恵っていうのがすごいでかいガチャなんですけれども、一方で、外れですね。特に1の数がですね、ダントツで多いと、マリベルトンヌラヘルバトラーハーゴンデスピサロとか当たっても、全然そのインパクトはないから、まあ、その、で、まあ平均も、まあ青緑と比較したら、まあ僕の中では一番低いということなので、まあ赤を引くってのは、その、自分に自信がある人だったら引いてもいいかなっていうふうに思いますね。ただ損する可能性が一番高いのも赤かなっていうふうに思ってて、まあ、2も、1も一番多いですからね。はい。で、あと、まあ、紫っぽい、こう、色分けしてるのは、常設落ちの可能性が結構高そうなキャラクターですかね。はい。で、まあ、5体ということなんで、まあ、これも、これはまあ全部一緒かな?数一緒かな?はい。で、黄色というのが、まあ、開花がちょっとありそうかなというふうに思う。まあ、この間なんか告知でハーゴンデスピサロとか、まあ、あったんで、まあ、ありそうかなというところで、うん、まあまあ、そこら辺でね。いや、ハーゴンとデスピサロは当たりだっていう風にするのであればね、結構ね、上がるのかなっていう風に思いますかね。はい。で、続いて青。青はね、まあ、タクトやり込んでる人にとっては、僕は青でいいんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。で、まあ、その根拠としてはですね、まあ見ていきましょうか。少年テリーが5。で、シドウも5。ゼシカも5。フォレストドラゴンも5。で、デスタムは4。ウルノーが4、カミュ4、グラコス4ということで、この5と4と、まあ、5、4は当たりですよ、正直言って。まあ、5、4で当たりだよってのは多分ね、ほとんど指定しないと思うんですけど、その当たりの数がま、単純に一番多いというので、まあ、当たりの確率が一番高いんで、まあ、普通、人並みに当たるっていう風に思ってるのであれば、まあ、4引くのが普通なんじゃないっていう風に僕は思いますね。はい。で、あとは、まあ、3がクリスト、エスターク、キングレオで、2がハロウィンメルトア、ゾーマ、キラーマシン2。で、1がオルゴデミーラ、テリー、フローラという感じで、まあ、まあ、平均も、中間といった感じで、まあ、普通の人は引けばいいと。で、まあ、いや、だって平均一番高いの緑なんだから、緑引くのが普通なんじゃないのって思いますけれども、まあ、緑見ていくと、ダイスラが5と、で、ドレアムが5、セラフィが5、バラモスが5っていう感じなんだけど、このね、セラフィとバラモスって、まあ、正直、無凸でも強いというか、別に凸してもね、インパクトがほとんどないんだよね。環境というか、まあ、使い方とかあんま変わんないんだよね。って考えたら、セラフィや、バラモス持ってる人からすると、結構差があるんだよね、正直言って。なんで、んまあ、これはね、正直個人差というか、にもよるんだろうけど、要するに、スラヒ持ってない人だったら、僕は緑をおすすめするし、持つのは青でいいじゃんっていう。まあ、これ、本当下がるからね、スラヒの価値とか。うん、2トスとか3トスとかしても、むしろ、そのね、なんだろうな、初心者攻略とか、まあ、ね、素早さの調整大変になるから、難しくなるんですよね。はい。で、4が次元竜、ベロニカ、ラプソンと。で、3が、ククール、ミルド、竜王、バラモスゾンビ、キラーマジンガ。で、2がベーラで、1がプリン、ビアンカ、ガボというところで、まあ、外れもまあまあ少ないっていう感じなんで、まあ、緑は、まあ、個人的には初心者向けかなっていうふうには思いますかね。はい。で、まあ、あとはですね、そのね、素材をゲットしたいっていう人が結構多いんですけど、正直ね、無凸で強いやつってあんまいなくて、それこそさっきほど紹介した、まあ、ダイスラ、セラフィー、バラモス、あと少年テリー、シドウ、まあ、大体回復キャラと妨害キャラだと思ってください。で、逆に物理とかだったら、二凸してないと、要するに激減で受けれないと、前に出せないんですよね、正直なところ。なんで、基本的にはその物理キャラってのは、凸数進んだ方がいいので、なんか例えば、なんだろう。まあ、例えばピサロが、二凸してるから、まあ、一凸でいいか、一凸してるから、青行くとか、じゃなくて、
一卒してるんだったら、二卒三卒目指した方が、まあいい場合が多いというのは割と覚えて、このゲーム卒数めちゃくちゃ大事なんで、うん。まあ少なくともね、四卒ぐらいまでは目指したいかな。完卒でね、強くなるキャラクターって実は、まあ結構いるんだけど、サージとか、テリーとか。結構いるんだけれども、そこまで多くはないというか、まあまあ3か4ぐらいを目指すっていうのが、割といいのかなっていうふうに思っていて、まあそういうのも、考えて、ガチャ引いたらいいのかなというふうに思います。で、あとはですね、告知というか、まあ一応このエクセルファイル、まあこれ僕の評価なんで、まあ例えば、フォレスト、このね、除雪落ちの可能性あるやついらねえよっていうふうに考えるのであれば、まあ例えば、こういう感じでね、全部ゼロにするとかっていうふうにして、で、まあこれでなんか平均点を見てみたいとか、まあその自分にとっての平均点多分ちょっと変わってくると思うんですよね、正直なところ。こういう感じでね。で、これ常設いらねえよってしたら、青が結構高いのか。はい。で、まあ他にも、例えばクリストはもう貫突持ってますとか、まあこれはね、正直僕の視聴者でそこまでいないと思うんですけど、オルゴ貫突持ってますとかだったら、まあちょっとね、また平均点ってのは下がってきたりだとか、まああとちょっと複雑だよみたいな、いるといらないとかで、いるのが1で、なんかいらないのが0みたいな感じで、まあこういう感じでね、自分で、まあ定量的に評価したいという方もいるかと思いますので、一応ですね、多分概要欄にディスコードの URL 載ってると思うんで、まあそこ入ってもらって、で、まあドラケダクトってところに、まあエクセルファイルですね。これと全く同じものを押していますので、うん、まあまあ、自分でちょっとね、決めたいなという方は、ぜひこちらで、まあどのガチャを引くべきなのか、まあ決めてください。ということで、ちょっと喉がすげえ枯れてる。今回のところはまあここで終わります。まあ参考になったなとか、まあなるほどなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。